デイビッド・イーストンデイビッド・イーストンはアメリカ合衆国の政治学者シカゴ大学名誉教授カナダトロント生まれトロント大学卒業後ハーバード大学から博士号取得1947年から1982年までシカゴ大学で教え退官後はカリフォルニア大学アーバイン校の特任教授を務めたシステム論に代表される行動科学の手法を 導入し、政治の科学化に貢献。政治体系論は高く評価された。しかし、1969年以降は一転して、脱行動論を唱え、行動科学的な政治分析を批判した。彼はその著書、政治体系において、政治とは、社会に対する価値の権威的配分であるとした。この定義は広く用いられており、政治の機能の基本的な考え方とされている。 なお、アロケーションは配分、ディストリビューションは分配と訳されることが多い。政治システム論において、彼は、インプットとアウトプット及び環境の複合概念により、均衡型の政治システム論を提唱し、現代政治学に大きな影響を与えた。ありがとうございます。